ピーター・ウィレム・コルトハルスピーター・ウィレム・コルトハルスは、オランダの植物学者である。東南アジアの植物を研究した。アムステルダムに生まれた。数年間ライデンの王立標本館で働いた後、東インド会社の自然科学委員会のメンバーに選ばれた。1831年の4月に、ジャワ島に渡り、1837年まで、東南アジアで植物の収集を行い帰国した。 1840年から1844年の間に、著書、バーハンドリー、うん、オーバーでナチュララオヘハシダナスネダーランドシー、オーバーシッシュベジッチンゲン、ボタニエを執筆した。薬用植物のアヘンボクの発見や、熱帯の食中植物のモノグラフオーバーヘッド、クザレイクとネペンテス、1839で知られる。ヤシカの俗名、コルタルシアや、 白弾家の俗名、コルトルセラに懸命されている。コートは植物の学名で命名者を示す場合に、ピーター・ウィレム・コルトハルスを示すのに使われる。ありがとうございます。